どうもトコトントコ伊藤です。今日は寝室にあります120センチ水槽の水替えをしていこうと思います。はい、まずはここを、まずはちょっとコケコケになってるんで、この辺りをきれいにしていきます。これ蓋をよいしょ、ちょっと上げて、ほいっと、OK ですね。そしたら、こちらの僕は、金だらしを使ってやっていきます。よいしょと。はい。こんな感じですね。じゃあ。これはガラス水槽なんで、傷がつきにくいんで、僕は金だわしでいつもやってます。こんな感じでキレイにこう、下の方までキレイにこう、全体的によっとね、はい、いいですね。はい、今度はこちらもゆっと全体的にムラなく、ゆっと、したら、では手を変えて。はい、と随分きれいになりましたね。そうしましたら、よしと、次に随分と水草が伸びてますので、トリミングをしていこうと思います。はい、トリミングはよいしょ、このよ、僕はだいたいもう爪を使ってやっちゃいます。この辺りからピンピン、もうカットしていきます。どん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 カットですね。はい、どんどんカット、よし。そうすると下の方に綺麗な、もう新芽が出てますね。今度は、この子たちを育てていく感じで、はい、ですね。はい、これもこうしてトリミングして、でこうですね。これは、抜けた子はこう入れ直します。OK、
キュッとやり直して、うん、いいですね。どんどん。意外と親指の爪でこうカットするのが楽ですよね。ささっとね、終わりますから。よいしょ。今度は、この辺。よいしょ。うん。よいしょ。よいしょと。はい。いいですね。うん。水草も上手に育つ子と育たない子がいますよね。わお。ちょっと水量が多いですね。うん。よし。OK ですね。よし。じゃ一旦ちょっと水を少なくしましょう。はい。じゃあ一旦ちょっと水を少なくしましょうね。水があまり多いと洗ってる時に水が漏れてしまいますので、水を一旦抜いていきます。まあ水抜きながらこういうところのあのトリミングを、うん、アヌビアスナナもやっぱりこうずっと同じ歯がそのまま居座ってるとどうしても苔がつきやすくなるので、うん、もう古い葉っぱは僕はどんどんこうしてカットしています。うん、調子が良ければどんどんこういう新しい芽が展開してくるので、この苔の対策をどうのこうのしているよりはもうカットして新しい芽を出してあげるっていうのが大事だと思います。ですね。ホースを使って下の汚れをジャーッと、あまり僕は砂を巻き上げるような感じの水抜きはしないですね。こんな感じでさーっとこうさーっとこういう感じで、ある程度もう水草が植わっちゃってるところもありますので、ある程度こういう感じで抜いてあげるという感じですね。よしと、 OK です。はい。そしたら先ほどのトリミングの続きをやっていきます。そうですね。あとはよいしょ、水上と水中からこう見ながら、うん、あの辺かな、こうね、これアヌビアスナナという水草なんですけど、非常に成長が遅いんで、こう毛がこうつきやすくなるんですよね。よし。でもこう古い葉っぱをこう取ってやることによって新しい葉っぱがね展開してきて、すごくまた綺麗になりますのでですね。
ですね。はい、次に、ですね。あそこも手を上げて、いいかな、ここかな。よし、あの奥の葉っぱね。よし。よいしょ。はい、と。このアヌビアスナナっていうのは、茎がとっても太いんで、そこに栄養分を蓄えてます。だからもう葉っぱを全部カットしてしまったとしても、また新たに葉が展開してきますので、調子が良ければ、はい、そうなんで、あんまりこうコケコケになった葉を大事に残しているよりは、どんどんカットしてあげた方が僕はいいと思います。タイマーの電気が急に切れた。はあ、あれ、これじゃないわ。ちょっと待て。こっちだ。タイマーの電気のスイッチが急に切れました。いや、よし。よし、OK。失礼しました。これで、あそこですね。あそこもだいぶコケコケです。カットしてあげる。よいしょ。ね。すごいですね、これ。で、よいしょ。よし。あまりこう葉が混んできたら、株分けという作業をやってあげるといいと思いますけどね。とりあえずは、こけてる葉っぱをこんな感じで、あのハサミよりもこう爪でやる方が、こう持ってスッと落として、この親指で取る感じ、綺麗に根元から取れるんですよね。ハサミだともうどこで切ってるか分かんなくなっちゃうんですよね。もうこんな感じ、僕はこうやってますね。で、この辺間延びしちゃったような水草は、先端だけこう植え直すっていうこともできますので、有根系はね、こういうふうにしてこう持って、よいしょ、ズボズボと。僕は川砂を使ってますので、すごく埋めやすいですね、ギュッとね。はい、とこんな感じでしょうか。はい、いいですね。もうちょっと今もくもくしてますけど、ちょっとしたら綺麗になりますからね。では今度は浄化槽の方をやっていきましょう。はい、この水槽は自作オーバーフロータイプで、こういうふうに僕がオーバーフロー方式を手作りでやってるシステムなんで、こんな感じでこちらから上からこう下に水が流れ込むようになってますね。で、ここから、よいしょっと。おりゃ。うわー、水がー。よいしょ。こんな感じ。よいしょ。はい、だいぶ汚れてましたね。この、これですね、ウールマットですね。よし。これを、ウールマット、先ほど、出した、水槽の水ですね。僕は必ず水槽の水で洗うようにしてます。この水槽の水でなんで洗うかっていうと、この水道の水でジャブジャブ洗うと、
これが水道の水には塩素がありますので、せっかくここにもあの汚れもありますけどバクテリアも住んでるんですよね。だからこうせっかく湧いているバクテリアを死滅させないためにも、僕は必ず水道の水でやってます。まあ、ろ過装置のこのあまりろ過装置洗うことはないと思うんですけどね、皆さんあのアクアリウムやられてる人は、まあ、あの必ず皆さんろ過装の掃除っていうのはこの水槽に合った水で必ず洗うようにしてると思います。このバクテリアっていうのが一番こうアクアリウムの中で大事なんで、はい、よーく洗います。よし、はい、綺麗になりましたね。このここにあるガラスリグってやつですね、ここに魚の糞尿、アンモニアですね、それをきれいにしてくれるそのバクテリアが住んでるんですよね、はい、よし、でこれを入れて、この大事なろ過装を初心者の方はジャブジャブ水で洗ってしまったりすると、一気に魚が調子を崩したり病気になって死んでしまったりするんですよね。それだけこう水の浄化能力が落ちますから、だからもう本当にこうバラで言うと根っこの方ですね、水槽はここが一番大事なんです。この部分がしっかりしてれば、多少魚が弱ってたとしても体力を持ち直すんですよね、はい、そのあたりをこうきちっと管理できているかどうかで魚を長く変えるかどうかが決まってくると僕は思います。はい、それではもうちょっと水を抜いていきましょうね。はい、それではもう少し水を抜いていきましょう。この水槽はだいたい基本3分の1水替えしています。ただこの120センチ水槽は下に60センチのこの大きなろ過装がありますので、60センチ水槽でこのろ過装も手作りなんですけど、この手作り60センチろ過装の分も考えるとだいたいこの半分ぐらいですね、半分ぐらいを目安にいつも水替えをしています。はい、だいぶ魚たちが見えるようになりましたね、最初の時と比べると。泳ぎやすそうです、いいですね。はい、もう少し抜いていきましょう。それでは水を抜いている間にこの上にあるこのタンクですね、このタンクに水を入れていきます。これは扇風機で水温を下げているので、今年の夏は暑かったですので
本当にたくさん水が減るんです。この蒸発した水を足してあげるためにこの上に水を溜めているというシステムになっています。じゃあこの上に水を入れていきますね。よいしょ。でこんな感じで寄せと、こんな感じで入れていきます。はい、水が抜けたんで今度は水を入れていきます。これはろ過装置を通した水になってます。よいしょ。マーフィードのねろ過装置をうちは使ってます。よいしょ。もう今の時期暑いんでね、水温を合わせるってことはないです。もう水です。水を入れてもちょうど40もあるはずない。これもう水、まあ本当に一番水のところでも26度、7度ぐらいなんでちょうどいいぐらいです。これをジャーッと入れていきます。はい、魚たち気持ちよさそうですね。ほら、とってもこのテトラって本当に綺麗な色ですよね。こんな綺麗な魚が自然界にいると思うだけでワクワクしますよね。こんなの本当に現地のアマゾン川ですかね、テトラがいるのは。アマゾン川に潜ってこんなのがいたらゾクッとしますね。すごい綺麗です。流木にこううまくウィローモスが活着するとすごい綺麗ですよね。アヌビアスナナも綺麗になりました、はい、どうしてもアクアリウムというとこの水槽上の部分ですね、この水槽、特にこういう魚とか水草とかそればっかりに目が行きそうなんですけど、本当に一番大事なのはこの下のろ過装、ここがきちっとこう立ち上がっているか立ち上がってないかによってこの上の魚たちの調子って全然違うんですよね。僕も本当にアクアリウム初心者の頃はどうしてこんなに魚がすぐ死んじゃうんだろうとか病気になるんだろうとか思ってましたけど、やっぱりこの子たちは同じ水の中でずっと生きてるんで、そこにこううんちもしたりおしっこもするんで、その水をきれいにしてくれる浄化槽がないと魚たちは長く生きられないんですよね。それこそいつも水が入れ替わる川とか池とかそういう場所ならいいですけど、
本当限られた空間の中で、限られた水で生きてるんで、どうやって水をきれいにしてあげるかっていうのが一番大事になってくると思うんです。はい、水が全体的に入り終わりました。まだ水替えして少し曇ってますけどね、だんだん濁りが取れて綺麗になっていくと思います。だいぶ魚たちも泳ぎやすそうになりましたね。いいですね。はい、水替えは必ず決まった周期、決まった水量で僕は行ってます。来週できないからちょっと多めにやろうとか、そういうような急な変化を起こすと魚は病気になりやすいので、その辺は気をつけてやってます。はい、じゃあまた濁りが取れたら移しますね。水替えが終わった水槽です。とっても綺麗になりましたね。オジーテクラも綺麗ですね。草もきれいになってます。また新しい芽が出てくるともっときれいになりますよ。はい、以上で水替えの動画は終わりです。安永がバイバーイってしてる。